はい、皆さんこんにちは、第6回オルフェコアワークショップやってまいりました。ちょっとね、わー、今回もね、皆さんと楽しく一緒にレッツコーディングしていきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。今日はですね、信号処理とかね、情報を扱うような分野をねやってる皆さん、もしくはこうエンジニアリングの皆さんとかもね、もう至るところで聞く、周波数解析、というものを、ちょっと何回かに分けてやっていきたいと思います。で、今日はその第1回目ですね。周波数解析といえばとなるとね、菊川さん何ですか？え何とか T とか FFT？そうですね、はい、そういきなりね、FFT を使ってはいできましたっていうこともできるんですけども、しっかりこの周波数解析とはどういうことをやっているのかっていうのをなるべく直感的に皆さんに理解していただこうと、かなり、理論的には適当なことをやっておりますので、視聴されている方は馬場先生直感的に分かるようにやってるんだなっていうのをね、ご理解いただいた上で、見ていただけると嬉しいです。今日は早速ですね、フーリー変換、というものをやっていきたいなと思うんですが、例えばフーリー変換、このオルフェコアモジュールをね使って、ランニングありますよね。ランニングのペース、例えばこう胸ポケットでも手に持ってても腕につけててもね、これはいいと思いますけど、こう手を振って走るとします。そうすると加速度センサーが、一定の値、もしくはジャイロセンサーでもいいかなと思いますけど、一定の値で変化を、同じような変化を繰り返しますよね。こんなワン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 くような。で、例えばこれを周波数解析かけると、どのぐらいのペースで、ランしているか、もしくは歩いているかっていうのが、すぐ分かるようになるわけです。この周波数解析を知っていないと、例えばね、この加速度センサーの値から、今走っている人がどのぐらいのね、1秒間に何歩ぐらいのペースで走っているかっていうのは、ちょっと計算するのなかなか難しそうだなってイメージできると思います。で、これ周波数解析使うと結構シンプルにね、対象となる、周波数帯というものを計算して、この人は今だいたい 1Hz ぐらいのテンポですよと、この人は今 2Hz ぐらいのテンポで走ってますよというのを、簡単に算出することができるようになるわけですね。それ以外にも例えば、モーターの回転軸につけて、モーターをぐるぐるっと回したモーターの回転軸にオルフェコアモジュールつけてね、でモーターをぐるぐるって回したら、そのモーターの回転速度が分かっちゃったりとか、車のね、例えばハンドルでもどっかダッシュボードとかに取り付けてエンジンをかけた時に、車の低周波の、振動数が分かるよとかですね、もうすごい可能性は無限大ですね。加速度センサーを使って周波数解析をかけたりなんかすると、モーション、その動きという全般がどういう特徴があるのかっていうのが見えてくるわけです、というわけで、とってもね、この大事なこの周波数解析というものを、一般的に今、広く使われているのがその手法の中で、フーリエ解析っていうのが、フーリエ変換ですね、というものがあるわけですね。さあ、そのフーリエ変換、なんですけども、もともとこれはフランスの数学者、哲学者、探検家のね、フーリエさんっていう方がね、考えついたやつで、もう1800年代の発想だったと思います、確か。このフーリエさんって実はナポレオンの遠征に参加してるって知ってました、菊川さん？いや、全然知らなかった。で、そんな人なんですね。そうなんですよ。僕らはこの周波数解析でフーリエ変換って、ね、出てくる、知ってる人にとっては馴染みのある名前かもしれないんですけども、200年ぐらい前の人で、ナポレオン時代の人っていうのがね、その時にこの元となるアイデアというのがすでに生まれていたと。で、このアイデアどんなものかっていうと、いろんな周波数ね、これはさっきはモーションで話をしましたけど、例えばもともとこのフーリエさんは熱力学の問題を解くためにこの周波数解析っていうのを使っていたりとか、今の現代だと一番よく知られているのは信号処理の中でも音ね、例えば440Hz の音とか 880Hz の音っていうのを機械が見分けるときには必ずこの周波数解析が、使われている、すごいメジャーになってますが、基本的な考え方というのは、波全般です。まずね、波といえば、例えばサインがありますよね。サインとかコサインが波です。で、すべての波というものは、ね、
ふにゃふにゃふにゃっていういろんな、まあ、僕が今喋ってるのも波の一つですけど、すべての波というのはサインとコサインの足し合わせで表現ができるというものがこのフーリエさんの考え、になっています。そんな無茶苦茶なっていうふうに思うかもしれませんが、まあ、いろんなもののこう、ね、複雑なものであってもシンプルな要素をたくさん使うとその複雑なものが表現できるよという、まあ、結構哲学的な、ね、あのところも多いんじゃないかなと。数学覚えてる人は、フーリエ級数かな、フーリエ級数がそこにすごい近いあの数式になってますよね。まあ、なんかあの関数があった時にそれをね、たくさん足していくとだんだんとその関数に近づいていくみたいな、ことを受験でもね、やったのを覚えてる方いらっしゃるかもしれません。さあ、このフーリエ解析、さっきも言ったように入ってきた信号をサインとコサインをめっちゃ足したり、することで全部再現ができるぜっていうアイデアになってます。ちょっと早速まあ、そのアイデアをね理解していただいたところでもうちょっとコード書いていってみようかなと。これ P5 のコードちょっと今ねありますけど、GPT よいしょ、こちらにねいつもの旅のお供に GPT をね昨日はねジェミニが出たんでねGPT もいつまでもねなんかこうあぐらかいちゃいらんないなっていう気持ちかもしれませんけど、ここにねちょっとこんな感じでまず JavaScript のコードをね作ってもらおうと思います。振幅が 1.0、 この波の高さね、 でっかい時で1、ちっちゃい時でマイナス1ね。で、周波数が 1Hz です。1秒間に1回振動するということです。で、サンプリング周波数、これはオルフェコアの場合は 200Hz、1秒間に200回、そのデータが入ってきますよと。でそのサイン波を2秒分配列に生成するコードをちょっとね作ってもらいます。で、この、コードを、ですね、サンプルとして今から、これを周波数解析かけていって、確かにサイン、まあ、サインとコサインって言ってますけど、今回初回はねサインだけで実際にこの出来上がった周波数を解析して、あ、確かに 1Hz の時って分かるよねっていう感覚を持っていただこうかなと思います。そうだね、こっちの方がいいです、すいませんちょっとねここね本当に力技で書かれたんでねこっちが欲しかったですね僕、すいません今思わずあーって言っちゃったんですけど大丈夫でした。いや聞いてますね、でも聞いてるね、俺のあーっていうのをちょっと聞いてたかなジェミニ的になってる、ジェミニ的にね、マルチモーダル的にもうちょっと、あ、そっちですか、そっちだったらこっちですよっていうね。これはまずね、よいしょ。はい、コードをね、コードはこれはいらないかな。このぐらいで。作ってもらいました。ジェネレートサインウェーブで、これ振幅ね、アンプリチュード。フリークエンシーが周波数、サンプリングフリークエンシー、これがサンプリング周波数だよね。で、デュレーション、さっきは、2秒分っていうふうにお願いしました。で、これ波作ってくれてます。実際に波ができてるかどうか、ここのドローでね、確認してみようと思います。ノーフィルにしといて、ストロークの色決めとこう。ストローク、色は黒色かな。そんでもって、ビギンシェイプ。エンドシェイプ、コパイロットでやればよかったなと本当思うんですけどね、イットではないね、レッドアイで、これをパイロット並みの速さではかけてます、ね、ビギンシェイプ、エンドシェイプっていうのでこうグラフを書くというか、あ、そうですね、今からそう座標をいっぱいプロットしていってそれを線でつなげていこうと思ってます。これは P5JS の機能ですよね。そうですね、P5JS で使う描画系のね、書き方の一つですね。この後にバーテックスっていう関数を使って一個一個座標を、追加していくと、それをビギンシェイプ、エンドシェイプで作るとずるずるっとそれをね、線をつなげてくれる、点をつなげてくれるっていう処理になってます。で、全部は、デュレーション×サンプリングフリークエンシーと。i++ ね、これサインウェーブをねただここにベタっと書きたいだけですから、ね、ちょっと書いてみます。バーテックス x 座標を i として、
画面真ん中に寄せたいので、ハイと割る2をやっておきます。でここで、サインウェーブ、なってるかな、サインウェーブの I 番目ですね。でこのままだと、マックス値っていうのが、1.0 になっているので、まあ、分かりづらいんで100倍しておきます。100倍ね。でこれ描画すると、ね、何もかけてないっていう。これ多分まだあの定数っていうか上あのフリーケンシーとか決めてないんじゃないですか。うん、お本当だ。さすがコードのかける CEO。ありがとうございます。これね。ちょっとここに定義しておきますね。デュレーションが2秒分ね。サンプリングフリークですね。よいしょ。よいしょ。レッドにして。これが、200になってるのかな。ちょっとここ、フリークエンシー。あ、違う、サンプリングフリークでした。フリークエンシーも指定できるんだ。フリークエンシーと。1.0。にしといて、失礼しました。こうフリークエンシーにして、これをサンプリングフリークエンシー、長いな、デュレーションと、ここパイロだったらね、コパイロだったら早いと思います、皆さんね、アンプリチュードはそのままでいいですね。でこれでこの変数は使えてる。ですよって言われてますね。ありますよと。何が違うんですかね、これはね。ジェネレートサインウェーブ、サインウェーブでリターンが来てます。ちょっと分かんないですね。何が起きてるんですかね、これはね。サインデュレーションサンプリングフリークエンシー。もうちょっと見てみましょうかね。サンプリング、あ、単純にやっぱりタイプミスでしたね。13行目、ここですね。書き間違えてるんですね。ここですね。サンプリング、フリークエンシーと。はい、書きました。ね、あのコパイロットだったらこんなことはなかったと思います。大変失礼しました。さあこれでサインウェーブ今かけました。ちょっと今あのこの P5 の座標軸っていうのが上が Y 軸は0で下の方に行くにつれて大きくなるんで、あのサインウェーブになってますけど、こうねマイナスに進んでいるように見えますが、まあプラスに行ってマイナスに行ってるっていう風にね、あの見てあげてください。はい、サインウェーブかけましたんで次、早速周波数解析してみたいと思います。さっき言ったように全ての波、まあ、これ今分かりやすい、ね、1Hz の波ですけど、まあ、これがまあぐちゃぐちゃっていう波でも別にいいわけです。これに対して、サインとコサインの足し合わせで、ね、表現できる、というのは具体的には、例えばここにこういう感じのね、単純な1個の、厳密にはこれ2秒分あるので 0.5Hz のサイン波があったとします。そうするとそれぞれの、サイン波の値と観測された値をかけます。で、その、サンプリングポイントごとかけたものを全部一回足します。で、それを、その周波数帯のパワーと考えてみましょう。どういうことを言ってるかというと、これがぴったり当てはまるときっていうのは、今 1Hz ですよね。1Hz です。1Hz のサイン波を作って、実際ここを順番に観測されたもの、今ここで生成したものですけどね、生成したサインウェーブと、こっちで、作ったサインウェーブを掛け合わせると値が、必ず毎回プラスの値になりますし、同じタイミングで増えたものをただ掛けてるだけで、しかもそれを足すので、大きな値になりそうだなっていう直感、皆さんあると思います、ね、ぴったり、信号が合ってるときっと大きな値になるよねと。で逆に言うと周波数がずれてるとあっちゃこっちゃ行って結局全部のポイントをかけて足し合わせてもそんなに大きなものにはならないよなっていうイメージがあると思います。それがフーリエ変換の直感、になります。これをそのままですね、コードに書いてみますよ。計算してみるわけです。さて計算結果どんな風になるのかというと、少々お待ちくださいね。どんな風にやったんだっけな、ね、
まず全部のポイントを掛け合わせていくので、ね、for ループを使います。で、ちょっと待ってね、こんな風にしておきますよ。2秒分あるので、ここも同じようにデュレーションかけるサンプリング、あ、フリクエンシーと。で、i++。でまあ、ここまではいいと思いますけど、全部のサンプル分ので、ね、今、for ループを作りました。で、順番に、掛け合わせていきます。掛け合わせるものは何かっていうと、1個目は sineWave で、これが観測されるデータです。まあ、今はもう sineWave って決まってるんで、まあ、ぐちゃぐちゃとしてないシンプルな波なわけですけどね。で、ここに、その調べたい周波数帯のサイン波を掛け合わせていきます。ちなみにサイン波ここでね作ってますんで、これを参考にしてね、ちょっと持っていきたいと思います。アンプリチュードは 1.0 のままになるので、これかな、マスのここまででいいね、よいしょ、こうね。で、これをレッドのリザルトみたいな感じでね、ちょっと値に入れておきますよ。計算結果ですね。サインウェーブのその、i 番目の場所と、計測した位置、ね、今こうフリークエンシーって値入れてますが、例えば 0.5Hz にしましょう。 0.5Hz っていうのはここからここまでが2秒分なので、こういう感じのね波ですね。この一つ分で一波が 0.5Hz になっています。じゃあこれをちょっと実際に掛け合わせて計算してみたいと思います。大事なのはここでね、サムも必要だってことですね。というわけで、よいしょ、サムっていうのはプラスイコールリザルト。ね、どんどんサムに足していくわけです。で、これで計算結果が出るんですけども、一応、表示をね、してみましょうね、こっちにね。テキストで表示しておきます。テクストか、サムで、10カンマ10の位置に書いてみます。あ、なんか今エラー出た気がしますね。あ、エラー出てますね。 sineWave is not defined と、sineWave ってなって、ね、大変失礼しました。まだあるみたいですね。t が not defined と、すいませんね。この t ってなんだっけ、t は作っておかないといけない変数ですね。この、すいません、その解像度を指すとこですね。i をサンプリングレートで割った値です。こんな感じですね。1.155。で、e、最後、e のマイナス14ってなってるのは、10のマイナス14乗ですっていう意味です。1.155×10−14 乗、めっちゃちっちゃい値だよね。で、ちょっと試しにですね、分かりやすくする前にちょっと先に計算だけやっちゃおうか。今さっき僕言ったように、めっちゃ合致するサイン波をちょうどバツンと当て込めば、ね、この計算ってサムの値って大きくなりますよね。なので今これ作ってるサインウェーブは 1Hz なんで、 1Hz 計算するとどんな値になるか、バツンと上がるといいなと。200、めっちゃでっかくなりましたよね。これが周波数解析の一番の原理になります。ね、バッチリ周波数帯が合ってるやつをかけるとでっかい値出てくるんですよ。で、このサムをいろんな周波数帯に応じて計算をしてあげると、それぞれの周波数帯計算したところに関してはどのぐらいのパワーがありますよと出てくると。そうすると例えば 5Hz 帯で高く出てきてたら、あ、今この人は 5Hz ぐらいで振動をしてるんだなとか、例えばこれが 1000Hz ぐらい出てきたら、あ、この音は 1000Hz ぐらいの今音の高さなんだなっていうのが分かるようになるわけですね。最後にもう少し、実際に計算しているね、このなんだっけな、リザルトとかも一緒に描画したいと思います。これこっち持ってきてね、よいしょ、こっちじゃない方がいいね。ここに一緒にね、描画しておこうと思います。ちょっと色分けしてね、デバッグしやすいようにします。よいしょ。よいしょ。こんな感じ。これまで結果しようかな。ちょっとこれ。ここで。よいしょ。リーン。実
際に掛け算している方の波も利用していますね。切るんで掛け算している方を青色にしよっかな。255と、そんでもってここでバーテックスで、i にして、掛け算しているこのリザルトかな。リザルト、最初はこっちを書いておく方がいいよね。実際に掛け算しているのはこっちなんでね。よいしょ。で、これ100かけて、ハイと、こんな感じでしたね。ノーフィル、フィルでやっちゃった。ストロークだね。ストローク。まあ、ばっちり合ってるんで、一緒に見えちゃってますけど、例えば 2Hz ね。でこれが黒い方が観測されている信号で、こっちが、掛け合わせて帯域を調べようとしている周波数帯ね。でこれ計算、すると 1.808 で、これもやっぱり 2Hz でもめっちゃ小さい値が出てきてるっていうのが分かると思います。ドンピシャになるとギュッとね値が上がるイメージですね。じゃあ、 まあ最後にこの計算結果ですね、これもグラフ化しておこうと思います。よいしょ。こうしてそれは赤にしようかな。0255、表示したいのはリザルトなんで、これはもうサムは計算しなくてよくて、リザルトこうかな。こうかなね。計算結果はこんな感じですね。ちょっと分かりやすく、1Hz、ドンピシャで合わせたときに、ここの表示だけちょっと符号判定させておきますね。上の方にプラスで計算結果が分かりやすいように見せたいというだけです。あ、逆か。あれ？あ、ん？あれ？あれ？あ、今マイナス、こうだね、すいません、ちょっと符号判定させました。そうすると、今全く合致してる状態だよね。入力信号と生成した信号がね、で掛け合わせると大きい値が出ると。で例えば、これを 1.1 ちょっとだけずらします。 1.1 ね。そうするとこれもまだ値大きいですよね。でも200ほどは小さくなってます。ちょっとこうだんだんと値小さくなってるの分かりますかね。このズレがちょっとだんだんとずれてます。なぜなら 1.1Hz だからね、測ろうとしている周波数が。で、だんだんと値が小さくなったりしているわけです。もうちょっと、最後に 1.5 ぐらいまでずらしてみましょうか。で、1.5 ぐらいまでずれちゃうと、もうなんかマイナスの値に行ったりもしちゃっていて、結局値は大きくならず 1.95、かける10のマイナス14乗っていう、急にね、対応する周波数帯じゃないと値が小さくなっちゃう。これがですね、ちなみに本当の周波数解析、フーリエ変換っていうのはサインとコサインも使って、計算をするのが正しいやり方になります。でしかもね、他の周波数帯も全部一気に計算するんで、かなり膨大な計算量かかります。今1個だけの周波数を調べるのに、この500回分のループしてますよね。でこれが例えば 1回で1万ポイントを計算しないといけないってなったら、1万の解像度の周波数帯を見たいってなったら、500×1万分、ね、500万のループが必要になるわけです。で爆発的にどうしても計算、するコストが高くなっていくので、まあ、それをね回避するっていうやり方の一つが FFT っていうものがあるんですけれども、本日はね皆さんに、まあ、サイン波だけでもね周波数解析ってできるんだぜと。で次回はこのサイン波だけでもできるっていう理屈でオルベのね周波数解析を実際にやってみたいと思います。である程度できたらもうね FFT とかはもうライブラリーが用意されてますんで、それを使って、FFT の使い方も含めて、第2回第3回ぐらいかな、まで一緒に学習していこうかなと思っております。
ちょっとね思ってたよりも長くなっちゃいましたけども、本日の授業を菊川さん、いかがだったでしょうか。ちょっと書きやすいかな、はい、ありがとうございます。いや、よかったんじゃないですか。なんかやっぱり FFT とか使うことはあってもここまでこう、うん、きちんと原理に向き合って考えてなかったりしたんで、すごい自分も勉強になったなと思いました。グラフにしたら分かりやすいです。あ、そうだね、うん、あの FFT の、ね、教科書とか見るとね、やっぱりみんな数式でやられちゃうっていうパターンがたくさんあります。僕自身も最初数式でやられたんですけど、まあ、地道にね頑張ってやって、ね、フーリー変換 の, その証明とかね、あの辺もやってみるとさらに皆さん理解が深まるかなと思います。詳細はね、例えば教科書とかにもいっぱい今 YouTube でもね、フーリー変換をね解説しているのもあるので、まあ、ここで得た直感力をね使って、またもう一度こうね、まだ周波数解析なんかちょっと自信ないなっていう人は見直してもらえると、ちょっとこう理解が進むかもしれませんね。まあ、次回ぜひね今日やったやり方でオルフェの周波数解析もちょっと見てみたいかなと思います。それでは、足元から世界を変えるものオルフェコアまたちゃんとそこは言うんです。次回またお会いしましょう。またありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。Ha ha ha.